とことんやりこむ、どうも、なおちんです。さあ、今日もマイクラダンジョンズをやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、今日は新企画、タワーで出た装備を使って、ボスラッシュです。タワーで入手した装備、新装備だね。それを装備して、ボスと戦っていきます。今日、使う装備が、これです。闘志の締め具、ウィザーのアーマー、ベビークロスボウです。ベビークロスボウは貫通ダイナモ。ウィザーのアーマーが霊気クールダウン。闘志の締め具、衝撃波旋風クリティカルですね。では、早速ボス行ってみましょう。全部で10体。では、まずはカジマのボスから行きましょう。あー、こっちか。あ、余裕。ダイナモ。あ、そうか。無限ダイナモするの忘れてた。では次は大釜ですね。いけ。あ、意外と、いや、きつくないきつくない。炎の中に、あー、入っても全然いけた。次、名もなき者いきましょう。どこだ、本体。いた、いた、いた。あー、あんまり入らんな、あんまり入らん。いや、余裕、余裕。あー、やっぱり霊気ってものすごい優秀なんだな。え、次、ムーシュルムモンスターズ行きましょう。これ近接だけで、いや、難しいな。近接だけじゃちょっと、こいつやっぱ HP 高いな。ダイナモ。それでは、邪悪な村人、行ってみましょう。こっちは、あー、こういうやつだったか。地形を全然覚えてない。今回はちゃんとね、無限ダイナモ入れてきてます。まずはダイナモで行こうか。 OK、 3発残った。あ、そっか、ドラ入れればもっと速かったわ。ちょっと待ってよ。次はちょっときついな。あ、そうでもないわそうでもなかった。めちゃめちゃ余裕だった。 HP 低っ。では次はこいつです。行きましょう。最初ちょっと無敵時間があるからな、ここを早めに。あー、雑魚がちょっとうっといな。ちょっと待って、うっと、こいつちょっと、ね、動けん。 OK、 ちょっと待って。 OK、 もう基本ダイナモでいけるな。それではテンペストゴーレム行きましょう。ここきつそうだな。ここは多分きついぞ。カバンがないとね、ちょっとやりにくいんだよね、こいつって。まあまあまあ、いけるか。一応成功法でいきましょう。毒がないとね、途中からダメージが止まっちゃうので。毒欲しいな。よし、あとこっち。え、弱点を露出したらもう一気にいこう。やべえな。弱点出たら、ダイナモとかももう一気に打ち込んでいこう。うん、一発で終わらせたいな。おい、オッケー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 。お、うそ、マジか、マジで。え、そんな早く、そんなに早く終わるマジでか。ああ、もうこいつほんとめんどくさい。このボスはほんとに厄介だな。よし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 、あと一回、次で必ずやる。ちょっと待って、よし、ラグになるのもちょっとやめて。そろそろか。 OK、いける。マジか、かっけえな、かた。ここは多分余裕だね。邪悪なレイス、いきます。あー、ミスったミスった。しゃしゃしゃ、くらい、余裕。では行きましょう。ここは嫌いだな、本当に。何が嫌いかって、長いからだよ。
ほんとここステージが長すぎる。ボスに来るまでがもう時間かかりまくってマジで嫌いなんだよね。あーそうか、雑魚は結構出るんだったっけ。やばい、息が持たない。もうこういうのもあってね、ここはちょっと嫌いなんだ。早くこっち来い。よし、 OK、 おっしゃー、ダイナモ最高。ではラスト、復讐に燃えたエンダーの心臓。ああ一発目から行きたかったけどな。今回はバリアなしで行きます。バリアなしだったらこの辺で待機してるのが一番良さそうだよね。よし、行くぞ。行け。いや無理か。結構きついな。あ、ドラ使ってなかった？ドラ入ってなかった今。あ、しかもちょっと俺ダイナモミスってる。ダイナモミスってるぞ。ちょっと待て、きつい。ちょっときついぞ。きつい。やばい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 。おお、輝き入れてないからね。ドッパー吸収だけなんでちょっとつらい。いや、いける、いったね。おっしゃ、おお、十分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 だよ。あ、危ない危ない危ない、やばい、これ死ぬ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 。よし、ちょっと待って、なんか輝きか吸血をしてから、ちょっと待って、 6% 吸収だけでちょっと回復しづらいな。よしよしよし、ちょっと突っ込むか。いけ、よし。はい、ということで今日はタワーで出てきた新装備でボスラッシュやってきました。ちょっとね、いつも通りにはいかなかったんだけども、やっぱりタワーで出てくる装備強い。パワーが高いだけで全然使っていけるもんね。はい、ということでまたやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。